するしない？それでは今回の匠ご覧ください。3曲一本歯開始です。皆さん手配を開けてください。全曲が流曲でしたので一本歯、そして供託が1000点あります。はい、キムさん親がやってきました。来ましたね。パワー1です。あれ、これ積もってないか。積もってないですね。危ない、切れそうになった。いやいや大丈夫ですか。あー、これちょっとまたどういう方向でいくか悩ましいか。はい、まず両面が2個あって、はい、ドラ受けの両面もあります。これはもう、先制リーチを目指します。数字の範囲でブクブクにしてもう端っこから順番に切っていって、あわよくば面単品ドラ1、うんうん、まあ、それが無理でも面ピンドラとか面ピンとかリーチのみとか、はい、そういうのがリーチをしたいです。リーチしたいんで、ちょっと自分のテンパイが遅れる可能性あります。あ、はい、なので、子供に早く上がってほしくないんですよ、うんうんうん、なので泣かれたくない役配先に切っときます。早く上がられたくないときは誰かが重なってしまう前に処理してしまう作戦ってことですか。うん、そう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 、まだ1巡目だと初とかね重なってないことも多いし、重なってるとしてもまだバラバラで泣けないっていうことも多いんで、うん、残りの形が悪ければ、はい、この曲はね、決着順目を遅らせたいんですよ。じゃあ初か。はい、なので泣かれづらい1巡目に切ります。今回親が来たわけなんですけれども、うん、その親への意識ってどうですか。はい、高い方ですか。はい、もうめちゃくちゃ高いです僕は。はい、親は本当にね大事です。話さない、話さない、話さない、絶対話さない。親のこと話さない、話さない。はい、あ、そうなんですね。そうです、かなりこう意識されないって方もねいますよね。世の中多くなってきたんですけど、はいはい、キムさんは話さない派。はい、そう、やっぱりトップが偉いルールで、まずトンバ全8曲のうちトン1から9番まで序盤の方で4万点超えたりするともう本当に楽なんですよ。楽したいんで加点をしたい、4万点ぐらいまで到達したい。ただ親の打点力はね本当に大事になってくるんで、親で一発満貫、満貫、同じ満貫上がるにしても子供より親をね、できればそれがトンバ、はい、なるべく後半に向けてより自分が楽になるためには今頑張りどころだということです、ね。うん、はい、そうです。で、はい、この E マンって結構切る人もねいると思うんですけど、うんうん、僕は自分が最速リーチを目指したいときはこの E マンもすごく大事だって思ってます。候補になるわけですね。はい、やっぱりシンプルにね、自敗は縦に重ねるしかない、数字は2と3横に伸びていくということなんで、基本ですね。はい、でこれも泣かれたら嫌な牌から切りました。なんとペイの選択なんですけどね、はい、まあ、やっぱりなんとペイでどうせ泣かれるんだったらペイの方が泣いてほしいんですよ。自分のツモですか。そう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 、ね、やっぱりなんちゃにポンされてもるよりも、うん、ペイちゃにポンされる、ペイをポンされる方がま、なんちゃしゃあちゃのツモパン飛ばせるんで、うん、まだマシですね。そう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 、こういうのもねすごい地味ですけど、皆さん泣いてほしい、はい、泣かれたくない方を先に切るっていうのね。いや今回のテーマもすごい明確な、うん、または今までと違ったテーマで、あ、本当面白いですね。なんかみんな言ってるからっていう気もするんですけど、かなり匠見てくださってるんですね。ここまではっきりおっしゃる方も今までいなかった、うん、なるほど、はい、これもペイです。で、はい、あと南ペイ切っていくデメリット、守備力低下あるんですけど、まあシャーシャーが2枚ね受け駒があることと、うんうん、やっぱ親なんで多少守備力落としてもいいっていう判断です、うん、はい、どうにかなりますもんね、これだけ他のところで守備が効くなら。そう、ね、うん、そうそう。さあ今回は全員がかなり普通だと思ったらウーワン出てきました。そうですね、
最初の3巡ぐらいは1球自敗がもう9割以上、うん、まあ数チュンチャンパイ出るにしても2、8ぐらいでとどまるのが普通なんですけど、うん、ど真ん中が、そうそうそう、3巡以内にね3から7の間が出るっていう人はちょっと注目、うん、まあ、この曲でいうとウーマン3から7の間のハイが3巡目に出たナンチャと、あとダブトンをね真っ先に切ってきてるペーチャと、この2人が要注目ですね。はい、それは自分にとってのダブトンをあんなに早く切ったと、あ、ダブトンは親に対して泣かれたらね、うん、嫌な牌なんですけど、それを切ってきてる子供っていうのもちょっと要注目ですよね。うん、いいですね、順調ですね。はい、これで、はい、さすがに4メンツ作ってください。マンピンソーで1メンツずつ3メンツ、あと4メンツ目も、はい、まあ酸素回りかパーピン回りかこの辺で2メンツかになりそうなんで、いよいよイーマンの価値が下がりましたね。うん、ここは飛んではないんですね。そうですね、はい、さすがにイーマンの価値が下がったんで安牌の方を重視しましょう。はい、はい、さあ横の手がね形作れてきました。うん、まあただ別にこの手ってそこまで自分の手でなんか考えることないんで、上下に要注目です。この今の時間はキムさんはねこうリーチを打つ、うん、それを目標に今回手を進めています。そうそうそう、なので問い目もウマンですけど、ウマン3枚目、うん、4巡目ぐらいからはねそこまで見なくてもいいかなっていう、3巡以内に出るのがちょっと異例と思います。こんにちは、手出しスーピンでした。はい、まあ、やっぱり上下はね要注目です。はい、これでもうトン切っちゃいましょう。パーピンはまだ早いですね、両面が足りてないので、はい、はーい、チーピンなんかもねぜひ採用したいんで、パーピンくっついても嬉しいですね。そう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 、で6チッパの3色なんかもありますし、ます、ね、はい、シャアがいなくなっても嬉しい形ですね。そう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 、うん、うわ、ウソワズモギリ、うん、うん、まあ、あと考えるのはドラのありかですよね、はい、パワー、はい、パワー、ドラやっぱり赤なしルールにおいて、はい、表ドラの価値があまりにも高いんですよ、うん、表ドラのありかは常にね考える癖はつけといてもらって、ただ分かることは少ないですよ、考えたところで分からないんですけど、まだね、確かにそれでもう無駄な努力によくなるんですけど、それでもドラはね常にどこにあるのかなっていうのは考える癖はつけといてもいいぐらい重要な牌です。でも考えといて損ないですよね。そうですね、うん、脳のその人の脳の容量が許すのであれば大事、はい、確かにそうですね、キャパオーバーならちょっとやめてください。そう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 、そればっかり考えて自分の手がおろそかになるぐらいならダメなんですけど、はい、やっぱりつもぎり、酸素は手出し、本当にね、下茶怖いですよね、下茶が怖い、順調に進んでる感じがありますよね。手に酸素残ってた人が嘘くっついてもつもぎりましたと、まあそんなカンちゃんはもういらないと、3、5のカンちゃん、関数素ってね、そこそこ重要度高いんですよ、両面変化もあるし、手配がね、そう、手配バラバラ、ペンちゃんが残ってたり孤立牌残ってると3号のカンちゃんはすごい採用される牌なんですけど、それ採用しなかったっていうことでちょっと注目が、はい、下茶は結構僕の中では注目度高いですね。くっつきましたパーピン、はい、じゃあ多分7巡目で結局一メンツでしたと、はい、うん、ね、こうスタートの時おっしゃってましたもんね、リーチしたかったんですけど、もうほぼ後手だなと、これは後手になってしまったんですか、はい、なので例えば今引いたのがチーピンだったらシャーシャーって落としていきそうなんですけど、はい、それでもちょっと怖いなっていう感じなんですけど、チーピンじゃなくて9ピンでしたと、うん、これはもうね9割以上は先制リーチ受けた後手踏みそうです。なのでシャアだけは残したいです、切らない、はい、なので酸素になりますね、ターツオーバーなんですよ、はい、ペンちゃんを払うはないんですか。ないですね、やっぱり、自分の手の伸びが
3トイツあると。3トイツで進行すると、まあ、酸素もすでに1枚出てる、はい、はい、ちょっとね有効肺が少なくなるんですよね。あ、直ちに酸素酸素って並べるわけではないんですけど、酸素1枚切った後、まあ、すぐね両面に変化してくれたらいいなとも思いながら、横の変化を見るために1枚ほぐしてってことですね、うん、そうですね、まあ、まあでも酸素は足りてますね。そう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 、3トイツの時はやっぱり2トイツに減らしましょう。はい、はい、こうしとけば1手進んだ時の形安定しますよね。次、まあ、一番埋まりやすい両面が入りましたと、じゃあもう1回酸素を切った、まあ手配すべてが機能しているイーシャンテンになると。リャンソーでもスーソーでも嬉しいですね。早く引きたい、だからリャンソースーソー早く引きたいですね早く引かないともう切っちゃいます。もうこれでちょっと最後の馬来ましたね。はい、これは、これいいんじゃない、比較的使いやすい。そう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 、4面詰めがねこの手って不確定です。そうなんですよ、ね、はい、まあ、3面詰めも怪しいな、1面詰2面詰だけ絶対もう一軍ですねここはで一軍と一面詰め二面詰め、はい、三面詰めがでもさすがにこの辺が、ね、あのカンチャンチャンポン系とはいえ両面変化も強い、まあ、ここが三面詰めの、はい、はい、四面詰めがペンちゃんが不服なんで、はい、酸素かウーワンにねくっつけ、前順まではね一枚ほぐしたけど両素数素引きたかった。じゃあこの酸素はくっつきの牌として見てます、うん、ウーワン持ってきました。あ、これもくっつきの牌として見ようかなと。どっちがくっつきの牌として優秀か、リアンソスーソの引きやすさ、スーワンローワンの引きやすさで言うとやっぱりウーワンがね2人が切ってるんで、うん、スーワンローワンの方が強いかなというふうにあります。これで酸素を切る理由になる。そうですね、うん、どっちも取っておくはちょっと欲張りすぎですか。そうですね、どっちも取るならペンちゃん落としとか、うん、マーシャ落としとかになるんですけど、シャワーもったいないですね。そう、あの怖いんですよ、うん、もう基本やっぱり後手になりそうなんで、ね、一手でリーチを打てるそのターツをの酸素よりはペンちゃんが優位になってる順目っていう、一手でリーチが打てるっていうのとシャワー安牌でね。おお、もう正解、予定通りですよね、はい、こういう自分の目からウーワンが4枚見えてる時のスーワンローワン本当にねよく引くんで、うん、視聴者の方もねこういう、あ、このウーワンってもう誰も使ってないんだっていう範囲はお宝だと思ってます、うん、こういうのねよく引くんで、うん、そうってことはこれでもうペンちゃん落としましょう。はい、はい、形の弱い、はい、リーチを来る前に全員無筋のパワーピンを真っ先に切っときましょう。はい、おお、ポンが入った。下ちゃん、リャンソー手出しでしたからね。そうなんですよ、ね、三層リャンソーって両面あれ切ってるぞみたいな、はい、悪くないはずのイースーソーをね、はい、そして考えてシャアが出てきた。これはもうかなり本一ですね。これ本一、本、まあ、ピンズかなり寄せてますよね。おー、ベーにもポンの声、あの分かりやすい2つ目の風呂、はい、両面よりもシャアをね大事にしてた時点でもう本一でしょうね。そして2枚切れのチュンが出てきます、うん、はい、これはイーシャンテンかテンパイがまあ五分五分ぐらいかな。まずあの見えてないシャアから先に打ち出してるんですよね。はい、あの知ってるね一応プロやってるんですよ、ね、そうだよね、はい、形が整ってるんですよ。可能性が高いですね、はい、現代マージャンのブームで遠い仕掛けもよくするっていう時代になっちゃったせいで、はい、バラバラ通風路でもまだバラバラっていう人います。でもそういう人はバラバラだとターツが足りてないのでションパイのシャアは重ねたくて残すんですよね。それをしてないシャアは重ならなくてもいいよと、うん、じゃあもう形が整ってますね、はい、やばいですかね、じゃあ最悪やばいですねそれを踏まえてキムさんはどうしていくか。テンパってる可能性が7割、うーん、まあでもまあ五分五分ぐらいかなって気がしでね、はい、パー9ピン落とし予定だったんですけど下茶のせいで9ピン切りづらくなっちゃいました。はい、チートイツのイシャンテンになりましたね。そう、今が、はい、例えばもうすでにトップ目3万5000以上のトップ目だともうこの9ピンはね完全に切る候補から外れるんですけど、
今まだ全然これから頑張らないといけない立場なんで、 QP はまず切る候補には入ります。ただまず何を考えるかというと、9ピン残すといよいよチートイツ限定になっちゃいそうなんですよね。可能性が高くなりますね。はい、9ピン切りたい。ですもんね、うん、あとでじゃあ切ってポンロンの可能性がどんぐらいあるのかなと。どうですか今回ポン、うん、まあ5巡目の9ピンにはポンをしてなかった。今9ピン当たるならほぼシャンポンなんでしょうけど、5巡目の9ピンポンしてたら、その後9ピンをポンしなかった5巡目時点ではまだ3層とか2層とかも手に残ってて、そうだ、手出したくさんありました。うん、バラバラ、そこまで本一本一してなかった可能性もあるんで、5巡目の9ピンポンしないけど今はシャンポン系でロンの可能性はまああるはありますね。じゃあ当たったとして、まあこれまた何点なのかなんですけど、今のところ、はい、は役でもないですし、はい、役牌をこういう時は本一の打点を読むときはまず役牌を考え、役牌とドラを考えます。ドラ色じゃない、じゃ役牌が白が残ってますね、トンとナンは枯れてる、初とチュンも枯れてる、白だけ残ってると。うん、もし白がなかったら、なかったら本一のみなんですけど、ただ今回ポンポンになっちゃったんでトイトイの可能性もあると。トイトイ、本一トイトイがある。うん、それらを総合的に判断するとちょっと本当は1位とかが入ってくれてるともう当たれよって言って行きやすいです。シャンポンで打ってもよしです。マックス白本一の3班なんで、残球でそれはかなり行きやすい。これが赤ありと赤なしで全然違うところなんですよ。赤ありだと白本一赤っていう発線がある、行きづらくなるの。赤なしはチーされてるとめちゃくちゃ行きやすい。残酷ならいい。でもどうする、総合的に判断すると、はい、キムさんの判断はどちらですか。3ピンも追いを打たないといけないかもしれないからやめます。あ、一旦やめましょう。親を離さない宣言したキムさんが、はい、一度しぶしぶ引くんですか。結局9ピン切りました。次もう一回1回通ったとしても3ピンかウーピン、もう1回勝負しないといけないんで、うん、もう2枚勝負になるんですよね。それはね、やめるとなると何ですか。チートイツしかなくなるんで。あ、そうか、チーワンですか。2枚切れの牌がね。あ、チーワンだ、はい、そうですね、はい、もうそこ良かったんですけどね、景色いいんですけどね、最後のチーワンいそうなんですけどねまあね、2枚切れはねさすがにしょうがないかなと、はい、じゃあ統一手で、はい、もしあのできた場合は行くかもとですね。天敗での勝負は話は別です。見合います。はい、イーシャンテンでの勝負がねかなり微妙なんですよ。でもかなりもう最悪の問い手も踏まえて下茶の手は危険だということですね。多分ね、でも張ってないも全然あるんですけど、結局張ってないロンはなかったとしてもポーンされても結局ね、自分がイーシャンテン相手は天敗のでめくり合うのも相当不利なんですよ。確かにそうですね。リャンシャンテンだとね、なかメンツでリャンシャンテンだとなかなかね、天敗者には迎えづらいです。いやー、なお少し苦しい声。あれ、こんにちはあら、チートイツやってたんですけど、もう最悪ですよねこれ切れないですよねただトイトイの復活が、あ、そうか、うもう3、5、9がもうこれ全部打てなくなっちゃったんですけど、まあね、とりあえずパスを切りますけど、まあ、次チャーだったりチーソーだったり出たらどうするんですかね。ウワンがないですからね、これね。で、存在感出しとくはあります。え、どういうことですか。結局これどれか、はい、うわー、対面が3ピンを切ってきました。やべえな、でも通せるぞ。うん、自分もちょっと良くなったやばいですよね、対面。これはだいぶやばいですね。でドラ、じゃあ下茶がピンズに染めてるとしたらもうドラは対面でしょうね。はい、パワーあっちですか。うん、あの3ピンが相当強烈ですね。でもうちょっとね、はい、もう喋りたいことが山ほどある二部構成にしますまず前順パスを切った時点で、あと自分だいぶ後手になりました、パスを切りの瞬間、うん、
それでもなお自分の価値を高めようと思うと、あとはせめて失点を減らしたいと。はい、はい、自分の存在感まず出したいんですよ。親が脳天臭バンバン出しちゃうと、子供はね本当に楽になって、好き勝手やりますね。簡単にね、2件転売3件転売取られて3000点払うとかにもなりかねない。まっすぐ打たれたら全然積もられることもある。親かぶりで4000とか払う未来も見えてくるんで、もうパッソー切りの時点ではだいぶ死んだ手なんですけど、それでも存在感出して、あわよくばここはもう降りないかなと、なんちゃは降りないとは思うんですよ。シャーチャペーチャにはせめて死んでほしいから、うん、シャーチーソローワンあたりはポンして存在感出してウーワンウーワンとかして、なるほど、手配はもう実は死んでるんだけど、やる気を見せるんですね。おう、親もやる気だよっていうのは俺降りてねえしみたいなの、そうなるほど、見せようかなって、それが仕掛けになるわけですね。そうは思った瞬間に三品押されたんで、いや、あら、存在感出しに行くと下手したら怪我するなって今こんなに切れ味の中で、キムさん、はい、久々に見ましたもんね、しゃべりの。どうします、それも踏まえると、こうですね、やろうと思ってたことできます？で、じゃあ対面のケアもしないといけなくなりました、はい、まあ、今3品合わせる論がないんでね、絶対にないです。絶好のタイミングなんですけど、下茶がまだ脳天の可能性もあって、うん、地位されるのが本当に嫌なんですよ。もし脳天だった場合にはもう脳天に引きずり込んでもいいなって思うんですよね、うん、じゃあ3品切らないんですか。で決断しないといけないんですけど、まあ、やっぱりこれ3品切ったところで、3品切りウーマンウーマン統一落としの経典があるか。そう、形式店舗あるんですよね。形式店舗ありますね。でも形式店舗の可能性が、パーピンがね、パーピンがまずほぼ埋まらないので、シャーチーソローワンのポンかスーチーワン引き戻し か可能性が低い。せめてここがね両面で残ってたりとか、先ほど失いましたね。そうですね。あ、じゃあこれはもうちょっとね、三品切り保留します、はい、三品切り保留したせいで下茶に切り遅れてもよしとします。もう下茶が一回照らし入るともう打てなくなっちゃうんで、積もじってる間は論はないので打てるんですけど、保留残して将来切れなくなるのを覚悟でダウワンウーマン切っときましょうか。はい、はい、いやー、この一巡ごとへの心境までかなり教えてくださるのはこれレアですね、キムさん。今手出しが入りました、はい、3品。3品、これはこれどうなんですか、どう見えます。断定はできないんですけど、はい、ちょっと受けた可能性もありますよね。やっぱそれほどシャーチャの3品が強い牌なんですよ。下茶から見てもドラはシャーチャなのかなって思ったはずなんで、ドラ持ってない本一だとすればね、シャーチャがかなり怖いのはもう間違いないんで、受けた可能性もあります。ただもちろん普通にナチュラルに進んだだけの可能性もありますけど、普通に今ので先輩の可能性も十分にある、 あります。まあ、いや、イーシャンテンからイーシャンテンの可能性も断定はとにかくできないですね。ただとりあえず僕に嬉しいのは、3品が下茶に対して持てるようになったのがすごく嬉しいですね。もうこれね、なんとなく転売できるか、転売できますね。これはこれ転売できるんですか、この手。もう最高ですね、転売見えましたね。さっきまで辛い言ってたのに、はい、ね、しかも最高ですね、最高最高ローワンも対面に打てるようになったんで本当だ。しかも最後のローワンまだいそう、はい、これ最高のツモをしましたね。降りてもね使える牌だしね、ピンツモビルですって。ピンポンはちょっと、ツモだ、戦争、ツモ、チートイツ、ドラドラ、やはりドラはあそこだった、そうですね、2000、4000、2100、4100のツモ上がり。はい、さあでは皆さん手配を開けてください。今ウーピンポン少し悩まれてましたね、パーピンがね、はい、ないですもんね、うん、さあこのような形、うん、トイトイの変化高い。なるほどね、まあやっぱり白はあってトイトイもあって、もともとイースピン白だったんですね。でも最悪なパターンありましたね、全員天敗の一人、あったね、一人脳天あったね、危ない危ない危ない。いやでもね、マンガン親かぶりはやっぱり嫌です。はい、
ウーピンポンして粘る手がちょっと出たんですよね。これですね。ウーピンポンしてね、マンズはどっちも切れる。でも結局ね、キューピンが切れるんですか。うん、キューピン切るコースが、うん、出てきてしまうのでスルーしたんですけど。いやでも今回はかなりこう揺れを動く、うん、キムさんの感情がかなり色濃く出た一曲となりました、はい、やっぱり終盤はいろいろ考えることが多いので、はい、そして悲しいことに親香り、はい、痛いですね。4戦担当です、はい、でもこれはトイメンシャーチャーがうまく打ちましたよね、はい、ドラトイツ生かして3ピンを勝負して上がりやすい数層に出まったんでね、あれ弱気だとね、うん、3ピン短期になってしまうと思うんで、素晴らしいですね、はい、はい。さあというわけで親は一度亡くなってしまいましたが、これからね、はい、頑張っていきましょう。まだまだここからです、はい、はい。ご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。